俺の記憶が正しければこの先はここの中核を担うエリアだ。だが扉が閉まってる。ドゥジェ君とケリをつけるより聖望の会のメンバーをできるだけ多く救う方が優先度としては高い。あんたらはここで待ってろ。俺らは扉を開けてこの先に行ってくる。扉を開けるってここにある装置を使うってことだよな。どうしたらいいんだ。まあいいや、適当に触ってみようぜ。あ、回ったぞ。これに触ったからか。見ろ、あそこが開いたみたいだ。行ってみようぜ。天命の前、風が今年遅い。恐れなくていいぞ。罪に向き合うんだ。さっきと同じようにまずは目の前にある装置を起動してみろ。何か変化が起こるかもしれない。ここは牢屋のようだ。うん、空きがたくさんあるな。おそらくドゥジェ君はここにいた大半のやつを他の場所に連れて行ったんだろう。まずはここに残された人たちを助けようぜ。一人でも多くな。やめろ。
私は外に出ない。もう二度と出るものか。近づくな。私を面倒ごとに巻き込むな。違うぞ、落ち着いてくれ。オイラたちは悪いやつじゃないんだ。過度なストレスによる反応が出てる。しばらくまともに会話はできないだろう。ここにいる者は多かれ少なかれこういった状態にあるのかもしれない。ここは一旦監守に任せて、俺らは引き続き先に進もう。わかった。まずは出口を探そう。ここはあんたらに任せた。全員無事に外へ連れ出してくれ。はっ、承知しました。公爵様もお気をつけください。我々はここでいつでも命令を待っています。ああ、あんたらは自分の仕事をこなしてくれればそれでいい。俺には十分頼れる助っ人がいるからな。さて、戻って確認するとしよう。最初のホールにある仕掛けも同じ装置で固定する必要があるようだ。そうすれば中核エリアへの扉も開くことができるだろう。それを忘れずに持っていけ。属性を見下さん、